三井ガーデンホテル神宮外苑の森プレミアは東京都新宿区霞ヶ丘町にあるホテルである。三井ガーデンホテルの一つ。運営は三井不動産ホテルマネジメントである。三井ガーデンホテル神宮外苑の森プレミアは総合公園である神宮外苑内に立地する旧神宮プール跡地であることから環境に極めて恵まれているのが最大の特徴である。 神宮外園内の北端に位置し、北西側には新宿御苑があり、東側には赤坂御用地がある。周辺には国立競技場や東京体育館、今後移転新築される明治神宮野球場や秩父の宮ラグビー場などのスポーツ施設があり、聖徳記念会画館やイチ並木など豊かな緑に囲まれた環境である。 三井ガーデンホテル神宮外苑の森プレミアは、三井ガーデンホテルズプレミアシリーズの全国で5施設目、都内では3施設目のホテルとなる。2019年11月22日に開業した。敷地は JR 中央、総武線の千田谷駅、品野町駅より徒歩で5、6分ほど、都営大江戸線の国立競技場駅がすぐそばと、便利な立地である。 建物の特徴としては、一つ目は、神宮外苑や新宿御苑などの眺望を楽しめることで、全客室にバルコニーを設け客室のスペースにも余裕を持たせていることである。二つ目は、神宮外苑内の施設や、周辺の各種スポーツ施設の利用者の活用や観光、レジャースポーツ観戦などのための滞在に配慮していることで、 共用スペースの充実を図ることとともに大浴場、フィットネスジムミーティングルームなどを盛り込んでいることである。再開発等促進区、明治神宮外苑は、景観保護のための風地地区や文京地区として、地区の厳しい規制が敷かれてきた。しかし、新国立競技場の建設に伴う、再開発等促進区の指定になったことで、東京都から、 新たに一部の地区計画の変更案が示された。旧神宮プール跡地の約8470平方メートルの敷地で、明治神宮と三井不動産によるホテル建設計画が進められた。東京都は再開発と促進区は段階的ちづくりを進める制度で、全体像は民間の土地ですから地区計画の目標や考え方を共有しながら、 民間開発を誘導しているとしている。ありがとうございます。